本日21日、都内にて格闘技イベント、ライジン48のカード発表会見が行われ、これに先立って榊原代表が、現在ネットを騒がせている、平本連ドーピング疑惑について説明した。榊原氏は、超ライジンの大会当日に朝倉未来、平本連両選手検査を行った。現在は検査の結果待ち、と語り、検査結果は来週中にも出るという。 平本の超合金、筋肉ボディ過去の軽量との比較画像も7月の、超来人3で平本は朝倉に 1RKO を勝利。しかし20日、SNS では平本蓮が関係者とのドーピング薬剤のやり取りを行っているという疑惑の音声が拡散。大きな騒ぎとなっていた。榊原氏は会見の冒頭、タイトルマッチやグランプリに出場する全選手。 大会当日に厳正なる検査を行っている。その検査結果が全てと平本や相手の朝倉未来に検査を行っていると説明。検査とは、尿を採取し、空輸してアメリカの和田の検査を行っている機関に依頼している。結果を待って公表する。検体から陽性反応が出れば、ルールに基づいて対処する。 それ以上でもそれ以下でもないと粛々と結果を待つと説明。最後に、検査の結果を待っていただけたらとファンにメッセージした。